皆さんこんにちは、 USLPGA ティーチング会員の小澤美奈瀬です。はい、20世紀中年岩井ジョニオです。はい、この回がねまたやってまいりました、はい、やってまいりました。はい、まあ50ヤード以内のアプローチ、はい、まあ、状況にもよりますけど、はい、何使っていいのかなっていうのが含まれてるんですよ。なるほど。大体ショートしちゃって、はい、関根さんにもっと突っ込めようって言われる。はい、じゃあ今日ね何かのきっかけに、ね、なっていけるといいかなと思います。はい、先生お願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。では早速今これ40ヤードを設定しているので、この40ヤードで打っていきたいと思うんですけど、何がいいんですかねこれ。なんでね、どうしましょうね、はい、ちなみにこれはどんな打ち分け方をされるんですか。基本的にはこの58度、はい、これはバンカーですよね。はい、はい、バンカーなんか出ればいいやって感じで。ああ、なるほど。もう58でやってます。出れば OK タイプで、うん、OK ですね。欲を見せたらえらい目に遭うんで。はい、悟ってますね。はい、ほんで練習場でアプローチの練習するときはこの52のもうアプローチウェッジ、これで練習してるんですが、ロフトの部分でどうあれなのか分かんないですけど、カーンって当たっていっちゃうときがあるんで、そうなってくると怖いからこっちもうちょっと立ってるので、 U でこれでやると。じゃあ多くアプローチで使ってるのはこの2つ、52と U という感じですかね。先生はちなみにアプローチは、うん、私40だったら58でポヨーンと行くのもありかな。先生これでちょっといいですかね。はい、もちろんです。もう40とかこんぐらいのやつになると、はい、アプローチでこうなんか揃えてやるんですけど、はい、これがいいのかもわかんないですよ。やっぱりこれぐらいの方がいいのか、うんうん、肩幅ぐらいでもいいかもしれないですね。肩幅、例えば短すぎるそのスタンスの幅が狭すぎちゃうと、はい、今度は逆に大きく振った時にバランスを崩してしまう可能性もあるので、はいはい、なんで、まあ、あの肩幅ぐらいだったら、肩幅ぐらいが、はい、ちょうどバランス力もいい感じでいけるかなと思いますね。これ結構みんな悩んでると思うんですよ。うんうんうん、20ヤードぐらいとかだったらもうくっつけちゃっても大丈夫です。はい、40でちょっと距離があるので、ここは少しだけ振り幅が大きくなることを想定して少し広げておきます。はい、いきますね。あれ、トップしたね今。うん、お、距離ぴったりですよ。あれ、素晴らしい。でも今先生大丈夫でした。うん、ちょうどクリーンに当たったような感じでしたね。そう、58だとスピン量が多いので、はい、ピタッと止まってくるんですね。はい、なのでキャリー分の計算ぐらいのイメージでもいいかもしれないですね。52とか U だとやっぱりキャリーとランの距離っていうところを計算しなきゃいけないので、はい、うん、このランがダーッと出すぎるとやっぱりオーバーする原因になる、で怖くて振れないっていう風にもしなっているのであれば、はい、この58を多用してあげるのもいいかもしれないですね。そうですか。うん、じゃあ先生、例えば今のだったら40ヤードだけど、はい、これ30ヤード20ヤードとかって言ったら、はい、その振り幅で、振り幅ですね、ですか。ちょっとじゃあ30ヤード打ってみましょうか。ではね、コースが30ヤードに変わりました。はい、こちらでどうぞ。はい、振り幅がでかい？うん、大きくないですよ。ほら、スピンがかかるので。ああ、そう、全然いかないですよね。行ってくれない。先生、うんうん、なぜ使ってなかったんですか？私はこれ大好きです、58。そうですか。はい、これが52と58と決定的に違うのが球の高さ。はい、球が高くなれば高くなるほど降下角度がついてくるので、ええ、スピン量も上がって止まりやすくなってくるんですね。なので、そうか、はい、ランが出ると計算しづらいですもんね。そうです、そうです。そういう時はこの58と、はい、もう楽ですね。あとはまあ練習ですね。そうですね、10ヤード20ヤード、はい、これぐらいの振り幅でいけるっていうのを。そうです、そうです、ね、はい、私は58で立てた状態で、はい、ヘッドが膝から膝の振り幅で18ヤードっていう風にメジャーを1個持っているんですね。うん、なのでそれが練習場とかでこの振り幅の時のこの立った時のロフトの状態でいくつ飛ぶかなっていうのを1つ持っておくと、はい、じゃあ20ヤードだから今と同じぐらいだなとか、うんうん、15だからもう少し小さくだなっていう風に調整ができたりするので、一つあるといいかもしれないですね。そうですね、うん、いや嬉しい。ちょっとじゃあ20ヤードぐらいのちっちゃいアプローチもやってみましょうかね。はい、いいですか。はい、すごいグリーンがちっちゃくてね、なんかもうちょっとここしかありませんみたいなね。なんか今見なきゃよかった。ワンパク相撲でも
反則相撲すぐこれねもう出ちゃいますよね。出ちゃいますよね。いいですよ。あれ短い、うんうんうん、悪くないですよ。もう一回やってみましょう。これは20ヤードぐらいになると、はい、逆にですね、うん、あんまり打っちゃうんじゃないかっていうのが、はい、あの打たない原因になっちゃうんですよね。あの、はいはい、ちゃんと当たんないというか、うん、分かります。ボールが上がんないみたいな。うん。まっすぐ行ってますけどね、ちょっと距離が足りないですね。いつもコース行ってもだいたいショートしちゃうのは20ヤード以内なんですよ、はい、ちょっと難しいところですね、はい、ここの20ヤードって振り幅が小さくなってくるので、この58であっても上がりづらいっていうことがあるんですよね、うん、そうなんですよ。そう、球がやっぱり中弾道から低弾道に変わっていくところになってくるので、うんうん、なかなかやっぱり大きく振ってる時っていうのはバックスイングが大きいのでポーンと降りてくる量が大きいので上がりやすい、はい、うん、ただ小さく振ってる時っていうのはパターとかでも全然ポンって上がっていかないですよね。それぐらい、うん、あの球の高さっていうのは出づらくなってくるので、はい、逆に上げないアプローチっていうのを覚えていけるといいかなと思います。上げないアプローチ、アプローチで、通常の20ヤードだと構えどんな感じになりますか。はい、はい、こんな感じですね。すごくオーソドックスで、はい、もうパーフェクトです、はい、これを少し移動させていきます、うん、まず足はより少しだけ狭めてみましょう。そうですね、はい、それぐらいにして、はい、ボールのポジションを右の足の内側ぐらいに持っていきます、うん、はい、でグリップエンドは左の股関節の内側を指すところですね、うんうん、そうしてあげると少しフェース面というのが立ってきてます。はい、この立ってきた状態を維持したまま打っていきます、うん、おはい、なんじゃそりゃみたいなね。じゃあこっちでいいですか、はい、ぜひね、それでやってみましょう。この感じ、はい、そしたらもう少し立ててみましょう、うん、もうちょっと立てる、そう、ペースをぐっと立てていく、こう、そう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 、うん、これでいいですよ、これ、はい、お、うん、いい感じ。あ、そうすると、ね、距離は今度ね22ヤード行きますよね。行きましたね。そしたらじゃあさっきのいっぱい立てたやつと、うん、ちょっと立てたやつの間ぐらいの立て方でやってみましょう、はい、うん、おお、あ、でもおら、おお、素晴らしい先生、イエーイ、イエーイさすがです。素晴らしいです。でも確かにいい感じです。なんかすごい安定感がありますね、これ、はい、あえてインパクトロフトを立たせた状態で構えて、はい、その状態で打ってってあげるとまず球はもう高く上がらない状態なので、はい、うんうん、方向性も良くなっていきますし、方向性が良くなった、はい、打ち出しにやっぱり勢いが出て、でなおかつ、はい、転がりすぎないという風になってくるので、きっとすごく扱いやすいかなと思いますね。そうですね、はい、これだとやっぱり58も、そうですね、ぜひね、58もね、表舞台でね、使ってあげてください。ごめんね、今まで。いや、ありがとうございます、はい、これは絶対使うぞ。そうですね、先生、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。いや、今日もバッチグー、グッチバー。また次回、はい、ま、悩みが多分あると思うんですよ。ゴルフも笑いも、はい、死ねば死ぬほど難しくなります。そうですね。最初のね、いけいけっていう時はね、そう、あの時が一番いいんですよね。何も考えてない時が、はい、いや、なんだ笑い芸人になっちゃってるやつです、はい、ね、今年はですね、2人で M1 にチャレンジします。